こんにちは、みやこです。皆さんお酒の準備はよろしいですか？チャンネル登録者5万人を超えたということで本当にありがとうございます。あのですね、ちょっとささやかながら皆さんと一緒にこの喜びを分かち合えればなと思いまして、急遽ね お祝い動画を撮ろうと思いました。本当にね感謝しております。でまあこれだけ並べたんですけどね、実際何本飲めるかっていうのは分からないんで、サムネ用ですね。じゃあもうそろそろ食べていいですかね、ということでちょっと準備してきます。なんかすごい質素な準備で申し訳ない、即席で書いたんですが本当にこれです、いません。このおしゃコップですね。これね、前大阪行った時ね、旦那の実家でいただいてね、すごい美味しかったんだよなっていうビールを買いました。未だに注ぎ方が分かりません。いつも缶のまま飲んじゃうからね、こんなお上品に飲まないんですわ。おっと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 、これ泡が多いな。下手だな、全部入んなかったわ。では皆さんお疲れ様でした。乾杯。あーめー、やっぱこれ美味しいな。味がね、気持ち濃いめ。私のレポートはぐちゃぐちゃだから伝わらないだろうけど、これなんかね、ビール味濃い気がする。はい、そういうことです。これは皆さんが知ってるチェーン店のお寿司ですね。千代田寿司ってわかりますかね？多分どこにでもありますよね。スーパーとかさ、お店とか道とかで。いただきまーす。私の好きな寿司を盛大に並べたセットですね。エビがね、3個パックがあって、エビがね、私寿司の中で一番好きかもしれないっていうので、4つ入ってますね。四天王ですね、これは。はい、いただきます。これさ、本当にごめんなさい。お行儀悪いかもしれないんだけど、皆さん、エビの尻尾ってさ、いつのタイミングで撮ってる？私はもうめんどくさいから、先に撮っちゃうタイプなんで、お見苦しかったらスキップしてください。食べながら撮るっつうのもさ、あれさ、すごい器用だよね。みんなのさ、エビの尻尾撮るタイミング、皆さん、ぜひコメントで教えてください。あ、寿司ってなんでこんな美味しいんだろうね。言ってもね、私寿司って回る寿司屋にしか行きませんよ、普段。スシローとか、くら寿司とか、はま寿司とかがよく行きますね。美味しいもんね。十分美味しいもん。で、くら寿司とかってさ、あれじゃないですか。エビの上にさ、チーズ乗ってたり、サーモンの上にチーズ乗ってたりする、創作料理美味しいですよね。とにかくチーズが食べたいっていう感じ。てか、寿司にチーズ合わせようと思った人すごくね？なんかこういう飲み会をさ、久々にやったなーっていう感じがないんですよね。だって、年末に、なんか飲んでましたよね、私。だから、あれ以来、だから5ヶ月ぐらいか。全然そんな新鮮な感じしなくてですね、何話そうかねっていう感じなんですね。で、みんなから質問とかもらおうかなーとも思ったんだけど、それはまた別の機会にします。まだ5万人、5万人なんでね、5万人って言うと、すごい数だけど、私はYouTube からですね、銀の盾を欲しいので10万人いったらね、質問コーナーやりたいと思っていますので、皆さん今後ともぜひこのチャンネルを見続けてくださいっつ強引なお願いですね。よろしくお願いします。なんかすごいな、5万人も登録者さんがいるって自覚が全然なくてですね、もうずーっとずーっとプラモデル作り続けてただけなので、本当に嬉しいですね、こういうのを見てくださって。今日はとことん飲みたいと思いますよ。そしてここを最近ですね、コミュニティでアンケートを取るのをハマっておりまして、皆さんのね意見聞けるのすごい楽しいんですよ。最近のやつでね、プラモデルを洗浄しますかっていうアンケートを取ったと思うんですね。そちらの反応がすごい面白くてですね、こんな感じになったんですけど、洗う派がね、場合によって洗うのといつも洗うので数えると 51%、 約半分の方が洗ってるんだと思って、すごい面白いですねこれ。そして洗う派の意見としては、海外メーカーは洗うとか、レジンは絶対洗
うとか、高価なものが多いので失敗した時の心のダメージが大きいためレジンはちゃんと洗うよとか、結構で洗う意見がこんなにあるんだと思って。あと昔のキットを洗うよっていう方もいらっしゃったりとかで、そもそも洗うっていうことすら初めて知ったよっていう人もいらっしゃるんですよ。そりゃそうですよね。だって私もさ、ガンプラを始めていろいろ教科書とかを買って、なんかプラモを洗いましょうみたいなこと書いてあって、え、何それ、何洗うのと思ってそういうところからさ、驚きの連続ですよね。で、私ガンプラ作ってた時はよく洗ってたんですよ。そう、洗ってたの。あ、でもあれはそういう離型剤とかのあれじゃなくて、そういう削りカスがバババって出るから、それを一気にさって拭い去るために洗ってやってたんですよ。だからガンプラであれだけ洗ってたのに、今スケールモデルで全然洗ってないじゃないですか。最近の造形村の神殿で初めてスケールモデルで洗ったのかなっていうぐらいだったので、ガンプラとスケールモデルのなんだろう違いというか、そういうのもあって面白いなって思いました。で、洗うよっていう意見の方々はね、多分以前に洗わないで作っていろいろ過去にトラウマを抱えてた人は洗ってる方が多いですね。前洗浄せずに塗装したらマスキング剥がしている時に塗装が剥がれたということがあったので、以降ランナー状態で洗浄するようになりましたと。あとヤスリがけコンも再度洗浄、これ私がガンプラの時してたやつかな。ヤスリ跡のカスってさ、どうしても取り切れないんですよね。だから洗った方が楽っていうこともあります。で、そういうのじゃなくて脱脂、そうだね、指の汗油とかね、あるもんね。私もね、すんごい、あ、ピントが合わないすんごいね、汗出るんですよ。指の油と汗がやばいの。多分女の中で一番やばいと思う。手ぐらい手汗がすごいんですよ。今もこうしてるだけでベトベトしてるの、手が。だからあんまりね、触れないね。なんか物とか触ったらさ、すぐそこの私のベッドリ感が出るんですよ。指の汗すごい出る人わかりますよね。触った後なんかさ、そこだけなんか、じめーっとするの。あれめっちゃある。あ、で、これもそうだ、トラウマがあった方だ。塗装で地獄を見るより全然いい。これ絶対過去になんかトラウマあったじゃないですか。でも私さ、ちょっと、聞いてほしい。神殿のその2の動画で、喋ってないけど、動画でチラッと出してたと思うんだよな。細い棒のパーツでね、一部塗装した後に塗料を弾いてる感じの場所があったんですよ。あ、これが離型剤の罠かと思って、その時初めて痛感したの。そう、動画で説明しろって話だよね。本当にすいません。なんかその時別の話で盛り上がってて忘れてたんだと思う。そう、だから、あ、離型剤で弾かれるってこういうことなんだと思って、あ、洗うの大事なんだなって思った。でもケースバイケースよね。この方の意見すごい貴重ですよ。タミヤの見本を作っている方に聞いたことがあるのですが、国産メーカーだと塗装の影響あるぐらい離型剤ついてたら出荷 NG となるので気にしなくて組み立てでいいそうですって。へー、そうなんだと思って。離型剤ついてたら出荷 NG ってかなりハードル高くないですかっていう感じですよね。だからじゃあタミヤは安心ですねということですわ。で、こっからは私が個人的に好きなコメントなんですけど、プラモデルと一緒に風呂に入りペーパーに石鹸つけて水溶きするっていう、え、プラモデルと一緒にお風呂入んのみたいな。超面白い。これはさ、初めての意見だったので、すごい好きです。ああ、プラモと一緒に風呂入っちゃえばいいんだ。と思って。でもなんかあれだね、体に離型剤つきそうで怖いけど、ちょっとやってみようかなって思う。そしたら楽じゃね？自分の体も綺麗になるし、プラモも一緒に綺麗になって一石二鳥じゃんって思いましたね。で、一番洗いたいのは大人になってすっかり汚れてしまった心。確かにそう、心は汚れる。大人になっていろんなこと考えるもんね。でも言うても私まだ27だからね。皆さんの年代からしたらまだまだひよこだと思われるんですが、私の心も結構すさんでますわ。ね、これも面白かった。洗って外で乾燥させてたら強風でどっかに飛ばされた飛行機だけに。ちょっとごめんなさい、こういうの本当笑ったら本当に申し訳ないんだけど、ちょっと面白すぎるな。
え、どこかに飛ばされたってことはさ、もうそのランナーなくなったら作れないじゃんっていう感じだよね。で、そのプラモがまさかの飛行機っていうね、やっぱ飛んでったい、飛んでっちゃいたい気持ちあるのかなって思っちゃったよね。こういうさ、こういう皆さんのさ、大喜利というか、笑いを誘うようなコメント、私大好きなんですよ。はい。私のチャンネルではぜひふざけてください。最近もさ、親父ギャグのコメントが来てて、もうね、そういうのすっごい好き。なんかもっとみんな軽い気持ちで見ていいよっていうことよね。そんなね、堅苦しいチャンネルじゃないのよ。で、洗わない派の意見もあるんですよ。自分は洗わないです。そこは手抜きしてるっていうか、そこまでする時間なくて、仕事終わって帰ってきてから作るもんで、帰りが遅いから作り出す時間が夜遅いからねっていう。あー、この意見めっちゃわかるよ。うん。だって洗うのしゃらくせえもん。ぶっちゃけさ、洗って乾燥する時間超もったいないよね。でもまあ、その時間を有効して、次のプラムの、作業するとか、いろいろ有効な時間は活用できるんだけれども、その時間、もうさ、今やり出そうとしてるプラモが目の前にあるのにできないって気持ちありますよね。うん、わかるわかる。っていう感じです。爆しゃべりしすぎてお腹減りました。あ、そうだ。そして皆さんにお寿司ネタでもう一個聞きたいことあった。あのさ、私ね、大トロって好きなんですよ。大トロと中トロね。でも、胃もたれしませんかっつう話なんですよ。わかりますか？なんかお肉の、サーロインとかの油で胃もたれとか、とんかつの油で胃もたれとかよく聞くじゃないですか。でも、大トロで胃もたれってあんま聞かないなと思って。え、私の周りだけかな。だから大トロね、めっちゃ食べたいの。気持ちはもうここ一列大トロでもいいぐらい好きなんだけど、胃がね、私の体に追いついてないんですよ。なんかさ、年取ってからそういうこと増えたよね。胃もたれで食べられないものが増えたっつうのがめっちゃ多くて、とんかつもちょっと最近一人前食うのきつくなってきたし、天ぷらなんてもうありゃありゃありゃですよ。天屋の天丼めっちゃ食いたいんだけど、全部食べきれる自信がないっつう話ですね。あと焼肉もそういう、なるべくならロースとかハラミとか油の少ないものに美味しいと感じてしまうし、こういう大トロもきついし、で本当に年取るの嫌だなって思いました。皆さんもなんか胃もたれするものありましたら教えてください。それをさ、乗り越える方法もあったら教えてほしいな。大トロだったら、あれじゃん、わさび大量につけるとかありますよね。そういう改善策も欲しいですね。やばいね、なんかどうでもいい話ばっかりしてるね。もう感謝なんですよ。感謝しかないけど、私の語彙力じゃとても足りなくて、ありがとうってとしかあんま言えないな。ありがとうの威力がすごいよっていうことを伝えておきます。ありがとう、ありがとうって感じね。勢いめっちゃあるありがとうです、本当に。でもここまで動画作ってきて、さすがに自己紹介動画とか全くやってこなかったので、基本的な情報はお教えしようかなって思いました、今ね。まあ、名前とかそういう個人情報は教えないよ、さすがに。ですね、どうでもいい情報。血液型は、あ、私の血液型は何型だと思いますか、皆さん。うざいね。A 型。A 型です。O に見えるでしょ？こんだけ大雑把にプラモ作ってるんだから、絶対 O だろうって思ってた皆さんいらっしゃいますよね。違うんです。A 型なんです。変なとこをね、整えたくなっちゃうんですよ。で、これ旦那にはめっちゃ惹かれるし、共感してもらえないんだけど、100均とかさ、お店に行って、収納ケースとかめっちゃ買っちゃうんですよ。あれ、病気かなってぐらい買っちゃうんですね。毎回何かしらこういうやつとかさ、こういう蓋がついてる収納ケースを買ってしまう自分がいて、とにかく収納っていうのが好き。うん、部屋めちゃめちゃ汚いんだけどね。あ、そうだそうだ。部屋汚いで思い出しましたが、そう、道具を紹介してくださいとか、結構ね、言ってくださるんですよ。私も紹介したいんですよ。でもちょっと待って、今、新しい机を導入する途中で、まだ机を組み立ててなくて、模様替えもそれに合わせてしたいので、全部模様替えして、あ、この環境ならいけるって思ったら、
道具紹介と部屋紹介をしたいなって思っておりますので、もうちょっと時間くださいね。すいません。そう、私昇降机を買ったんですよ。上げ下げする。以前1個使ってて、それ編集用に上げ下げして、あれめっちゃ楽だよ。疲れたらだって立って編集できるし、その動作楽だね。で、それをプラモに活かせたらめっちゃ楽なんじゃねえと思って、そう、作業用の机も昇降机にしようと思って買って、で、そのままなんです。まだ組み立ててないんです。はぁ、組み立てんのだるいよね。うん。まあ、安いからいいんだけどね。っていう感じ。続いて2本目は、富士リンゴいきたいと思います。これさ、美味しいの。このね、日本プレミアムっていうシリーズ美味しいんですよ。で、今日寿司か焼肉かで迷ったんですよ。でも焼肉にしたらジュージューって音に私の声負けそうだなと思って焼肉やめたんだよね。本当はね、魚より肉派ですよ、断然。肉食いたっすよ、肉。最近食べてないな。皆さん焼肉いつ食べました？なんかお店の焼肉とさ、家の焼肉ってどっちも楽しいからさ、どっちも定期的にやりたくなるんだけど、家で焼肉すっとは後片付け大変だからね。やっぱお店で焼くのいいなって思った。リンゴジュースや、リンゴジュースやこれ。こういうおしゃべりはね、あ、そう、最近私メンバーシップを始めたんですね。こういうどうでもいい会話をメンバーシップの方でいっぱい出したいなと思っていますので、うん、あ、この動画いいじゃんって思ったら、多分メンバーシップ入っても損することはないと思います。つ、自画自賛です。で、こうやってね、一人でダラダラ喋るの結構嫌いじゃないんだなって思ったの。まあ、おかげさまでね、チャンネル登録者さん5万人行きました。本当にありがとうございます。でも私って全然プロじゃないんですよ。うまくないし、そもそも。ただただ初心者が作ってやらかしたりしてるのを発信してるチャンネルで、自分としてはまあ楽しみながら作ってるよっていうのが伝わればいいかなっていう感じでやってるんですね。だから私のこと下手だって思ったら、もっと上手い人のチャンネルを見ればいいし、自由なんですよ。でもこれだけ見てくれるってことは、なんだろうね、プラモ好きな人がいっぱいいるっていうのがいっぱいあって楽しいなっていうか。いや、もっとプラモデルが普及していけばいいなっていうのがありますね。こんなにも楽しいのにね。でも私も小学校とか中学校とか高校の時は全然プラモデルって興味なかったんですよ。なんか興味はあったんだけど、どうやって作ればいいのみたいなモヤモヤがずっとあって作れなかったっていうのもあるし、そもそもなんか私が見てたプラモデルってもうガンプラっていう時代というか、ガンダムがメインみたいな感じだったので、ガンダムしか知らない私にとって、なんだろう、その時は赤いもん何みたいな、え、地獄何みたいな世界だったから、そういうの知らなきゃ作れないかなって思ってたんだけどね、今旦那のおかげでプラモデルを知ることができてね、なんか全然それを知らなくても作ってから知っていくのも楽しいなって思いました。例えばニューガンダムとかさ、え、ガンダムの新しい版みたいなところから始まって、え、見た目全然ちぎいじゃんって作り始めて、え、なんだこいつかっこいいってなるのもすごいいいなって思った。だから本当プラモデルって自由だなって思いました。うん、楽しいよね、楽しいよね、プラモデルって。楽しくないこともあるけどね。そう、旦那はね、工作が好きな方なんですよ。そう、合わせ目消したりとか、いろいろなんか加工したりとかが好きなんだけど、私は塗装とか、そっちのが好きなのね。エアブラシ触ったりする方が全然好きなんですよ。だからそういう人種がいて、それぞれ個性があって、好きなところがあってっていうのも面白いし、ほんと面白いよねっていう話。そうだそうだ。私、新年作ってて、福岡行きたいって話してたじゃないですか。あれ、本当に行きたいんですよ。マジで。今年中には絶対行きたいと思ってるんですよ。日程、旦那と合わせてね。で、行くとしたら、皆さんおすすめスポットをね、ぜひ教えてほしいです。でも、ルールあるよ。ルールあるよ。まず、電車で行けるところ。私、基本、車移動しないんですよ。車移動したとしても、観光用タクシーを使うとかで、自分で運転するとか考えてないので、基本電車で行けるところかなを巡ってみたいし、立ち洗いの平和記念館は絶対行くし、わがまま言えば
そう、鹿児島のチランとかも行きたいですよね。ほんとだから九州って見どころめっちゃあるなーと思って。でも私関東に住んでいるので、こんなん遠い遥か彼方じゃないですか。行くならさ、ただ2泊行くなら、その2泊をギュッたものにしたいんですよねっていうのが本音ですね。だから、福岡行って鹿児島行くってなったら、あれなのかな？新幹線ってあんの？っていう、マジでわかんないんですよ。九州行ったことがないから、新幹線あるのかすらわからなくて。なんか、例えば博多から鹿児島行くとしたら飛行機なのかなとかいうところもね、まだ全然これから調べていかないとなっていう感じですね。本当なんか福岡いいなって思った。福岡住んでいる方からコメントいっぱいくださってね、何食べても美味しいですよって。はぁ、そりゃずるい。ダイエットしてるのにねっていう感じなんですよ。福岡住んだら絶対痩せれないなって思った。続いてはほろ酔いのフルーツサングリアです。これ美味しいのよ。あたいサングリアって好きなのよね。美味しいよね。てかあれだね、私のチャンネルはプロもガチガチに作ってる人もいるし、全然作らないよっていう方もね結構いらっしゃるんですけど、である時旦那に、何そんなプラモデル作れるの、飽きないのって言われて、あ、確かにプラモデルで飽きたことないなって思ったんですよね。なんでですかね、この謎わかりませんよね。私はさ、ガンプラから始まって船、飛行機、バイク、車とかオールジャンルをまだまだ浅くやってるんですけど、結構マニアな人ってさ、飛行機専門ですっていう方いらっしゃるじゃないですか。あれすげえなって思う。だって飛行機だけしか作らないとしてもさ、飽きることがないんだと思って、いやーすげえなって思った。あたいはね、いろんなのをね、ババババババって作りたくなっちゃうから、広く浅くなんですよね。だから深く深くいける人は本当にすごいなって思った。そう。それだけ。あたい、ウニってさ、本当に最近食べれるようになったんですよ。今まで、海臭さってあるじゃないですか。ありますよね。っていうのが苦手だったんだけど、ある時、ウニを食べざなればいけない時がありまして、頑張って、あ、ウニ食べてみようって思って食べたら、そこのウニがめっちゃうまくて、それ以来ね、うまいウニは食べれるようになったの。美味しいウニで、最初食べて、美味しいってなっちゃったから、格下のウニを食べでも感動しないんですよ。これってもはや贅沢病ですよねっていう感じで、本当に生意気で申し訳ないんですが、あたいは美味しいウニが好き。そう。なんかウニってさ、あれよね、海って感じしますよね。あ、海食べてるみたいな。あ、磯いるわっていう感じがするから、そう、海を感じる食べ物だなって思った。ごちそうさまでした。お、寿司全部食べきれましたね。本当はね、お、あれ、これじゃがりこ？よろしくね、だって。あれ、よろしくねなの？あー、新学期だからかな。うん、じゃがりことか芋とか買ってたんですけど、あ、じゃがいもとさつまいもだね、これ。ちょっとお腹いっぱいになったんで、後で食べようと思います。まあ、まだまだ食べれるっちゃ食べれるんだけどね、あんまこれ以上ダラダラ喋っててもあれだなと思ったので。まあ、またの機会でね、まあ、ダラダラおしゃべりコーナー撮っておきましょう。という感じで、今日は本当に、最後まで見てくださってありがとうございます。これからもね、10万人に向けて突き進んでいきますので、これから向いてくれる人、本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、ということで、でですね、飲み会の動画は終わりなんですけども、この後ね、ここまで見てくれた方々にお礼をということでありますので、そちらをどうぞ。なんと、この度、私が200分の1ヤマトで愛用しております、こちらのドクターリベットを抽選で5名様にプレゼントしたいと思います。イエーイ。この動画はね、ここまで見てくださった方々だけに権利のあるプレゼントとなっております。5名様だけです。詳しいことはこの後発表いたします。このリベット使ってるよっていう動画で紹介したら、このドクターリベットを作ってる方から直々に連絡が来てですね、プレゼント企画やりましょうということで、本当にドクターリベットの方ありがとうございます。今回プレゼントをいたしますのは、私もヤマトで使っているこの 0.26 の大きさですね。こちらをプレゼントということになりました。
。そして応募方法なんですけど、いつも行っているような Google フォームで募集したいと思います。で、応募につきまして、氏名とメールアドレスと、こっからは私のアンケートということで、今までの私の動画で好きなサムネと好きな動画をぜひぜひ教えていただきたいと思い、こちらの2点もね、加えさせていただきました。で、氏名は本名でよろしくお願いします。そしてこの動画が上がってから1週間だけ募集いたしますね。で、その後に厳選なる抽選を行いまして、5名の方に連絡が行くという仕組みになっております。なので抽選って本当に公平な目線でやりたいので、メンバーシップに入ってる方から全部選ぶぞっていうわけでもないし、いろんななんかアプリとかありますよね、抽選のやつとかを使ってあくまでも公平にランダムでね、5名様決めたいと思っております。そして当選の合否というか、当たった、この5名様が当たりましたっていうのは動画で発表しないです。私からドクターリベットの方に、この5名様が当たりましたよっていうのを連絡して、そのドクターリベットの方から当たった5名様に連絡が行くという形になっております。そこでね、住所などのね、個人情報をやってもらう形になるので、私は一切その皆様の住所とか知らなくていい感じになるので、そこは安心してください。で、そのドクターリベットの方からメールが来るので、応募された皆さん一応ね、こちらの outlook.jp のドメイン指定を OK にしておいてください。じゃないとね、迷惑フォルダーとかに行って分からなくなってしまうので、そのメールが届くようにだけは設定よろしくお願いします。で、ドクターリベットの方からその当たった5名様に連絡が行くんですけど、そのメールを何日間か経っても反応がない場合は、ごめんなさい。またその方の分だけ省いてまた選び直しっていうことになるので、本当にメールの確認だけはよろしくお願いいたします。連絡が早めにね、行くようにいたしますので、それだけ忘れないでいてほしいということです。こちらの商品本当にいいのでね、5名様、どれだけ応募が来るのかはわからないんですけど、当たった方は本当にラッキーみたいな感じで運が良かったな程度で喜んでもらえたらなって思います。ということで、ここまで見てくださって本当にありがとうございました。こちらのね、ドクターリベットの応募フォームは概要欄にひっそりと貼っておきますので、ひっそりとご応募の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。では。